おいしくふわふわお団子、あなたも一個、私も一個、残りは二人で半分こ。おはようございます。お団子がおいしい。これだけでも3日は生きていけるもん。3日後は飽きちゃいますから、八つ橋でお願いします。ご注文の品物は、またつい食べちゃってました。私ったらもう。せっかくの模擬店ですもの、メニューを全部覚えとかないと。後でいっぱい作りますよ。はい、ご注文はいかがですか。佐川は可愛いですからね。今は気分上々ですね。任務が多いですよね。私がサポートしてもなかなか終わらないですもんね。任務完了ですよ。抜け漏れは、ああ、ありました。ちょっと確認してきます。メールですね。私が読んでもいいですか。お待たせ、熱々のお茶を持ってきました。あ、湯飲みを忘れちゃった。委託組への差し入れは十王菓子で決まりだね。いらっしゃいませ。私に会いたくて会いたくてやってきたんでしょ。じゃあこっちもしっかりおもてなししないといけないね。